ようこそ。どうも、加藤ひろとです。はい、皆さん、この体勢になっていきます。はい、このプランクの状態をキープしたまま息を吸ってお腹を膨らませた後、息を吐いてお腹をへこませます。お腹をへこませたまま吸ったり吐いたり呼吸を繰り返します。これをドローインって言うんですけど、そのドローインをしながら30秒間プランクしてください。I finally opened up my eyes and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. はい、次はハンドスタンドの、プランクの状態でさっきと同じプランクをやります。これも30秒間やっていきます。はい、次もドローインをしながらプランクを30秒間行ってください。I'm starting to break out from your grave. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now.はい、これも同じくドローインをしながら30秒間プランクを行ってください。お疲れ様でした。ドローインって何って思われる方ね、たくさんいると思うので、簡単に説明すると、お腹をへこませたまま呼吸をすることです。で、なんでこのドローインをすることによっていつものプランクがもっと効くかっていうと、めっちゃね、自分で分かりやすく例えてみたんですけど、雑巾に例えます。普通のいつものプランクが普通の雑巾絞りギューって絞った状態だとします。で、このドローインで息をで吐いた時にもっとギューって絞るんですよ。さらにいつものプランクを加えるから、もっとギューって絞られて、普段のプランクよりさらに効果がアップするようになってます。はい、これはプランクだけに限らず、普段みんなが歩いてたりとか、学校とか会社でやるにしても、普通の呼吸よりはインナーマッスルがとっても鍛えられます。昔私が歩く時に姿勢を正して歩くと痩せるんだよって言ったことがあると思うんですけど、実はこれドローインだったんです。そうなので、今回分かりやすくみんなに説明できたので、ぜひ皆さん日常生活にドローインを入れながら過ごすっていうのはすっごい難しいと思うから、ちょっとって気づいたら、歯磨きの時とかにでも、歯磨き粉が口の喉の奥に入んない程度にやってみてください。ということで、今回のドローインプランク、めちゃくちゃお腹に効くやつ、ぜひね、皆さんのプランクトレーニングにも取り入れてみてくださいね。ということで、今日も一緒にトレーニングしてくれてありがとうございました。ではでは、おつひな、バイバーイ。